これはね、行列に出た時に漏れちゃう。まあ僕もこれを見た時に何かしら言われるんじゃないかなって思ってたんですけど、やっぱり前述で言ってるんですけど、上白石萌音が差し入れ事情を明かしたってやつですね。そして視聴者に衝撃を与えている。 MC の東野幸治がお笑い界には食事は先輩におごるという文化があると明かしたが、ミュージカル界はそうした習わしはない。森久美子さんと井上芳雄さんは、みんなで食べた後は多めに出して後は割り勘してもらうと話すが、現場の差し入れについては事情が違う。現場への差し入れには主役が弁当を1回は出さなきゃいけないという 不文律が、まあそうなんです。まあでもまあ座長ってことですからね。やっぱそれはやりますよね。差し入れ的のはね。これにより森や井上は100人分以上の弁当を自腹で購入し、出演者スタッフ一同に差し入れしてると告白。それに東野が、モネちゃんも主役やから出したりすんの？と尋ねると、モネはありましたと答えたが、続けて事務所のお金でと付け加え、言ってましたよね、これね。僕は全然だから違和感なかったんですけどね、それはね。だろうなって、事務所の金だろうなって、必要経費だろうなと思ったんですけど、すると森久美さんと井上芳雄さんはかなり驚いて、え、事務所のお金なの？と絶句。なんか、その事務所いいな、私も入れて、みたいな感じで、ぜひぜひ、みたいなこと言ってたんですよね。まあ、東方芸能でね。モネちゃんなんか、ね、オーディションで子供の頃からいますからね、そりゃそうだろうなと思いますけどね。すると上白石はまずそうな様子で口を隠し、東野は芸歴が全然ちゃうやん、ええやん、それぐらいとフォローするのだった。この暴露に視聴者から超かわいい、素直すぎ、ほんと純粋なモネちゃん発言。事務所のお金で差し入れでモネが永遠にかわいい。かわいい、いつまでも事務所のお金でお弁当差し入れてくれといった声が上がった。昨年上白石モネは、橋本環奈と共に舞台、千と千尋の神隠しにダブル主演し、共演した芸人、おばたのお兄さんに上白石から弁当差し入れがあったことをブログで明かしました。この差し入れが高級弁当知られるミート矢沢のもので、写真からすぐにお値段7000円超のシャトーブリアンコンボ弁当、これを全キャストに差し入れるのは、そりゃ共演者感激でしょうが、まさか事務所のお金だったと。さすがに佐藤健と恋愛ドラマの相手役に抜擢される俳優だって、その最後の関係ないじゃないですか、これは。ミート矢沢の差し入れのやつは僕も、おばたのお兄さんのブログで見ましたけどね。ああ、すごいいいのを出すなと思って。なんか、モネちゃんに向かって、なんかお辞儀だかなんかお礼してるようなブログを上げてたんですよね。ありがたいみたいな、美味しいみたいな感じのね。でも、どうなんですかね。モネちゃんって給料制なんじゃないですかと僕は思いますけどね。まだ、歩合制になってないんじゃないですか。多分ですけど。橋本環奈ちゃんは自腹で買えると思うんですよ。相当金持ってると思うんで。事務所ちっちゃいからね。もう完全歩合だと思うんです、最初から。だから3億円の豪邸も買えたし、収入は違うと思うんですよね。モネちゃんの場合は、ジャニーズみたいなもんで子役から入れて、本当にね、全く何もできないところから入れて、相当投資してるじゃないですか、ここまで持ってくるために。10年は投資して、事務所もかなりのね、お金をかけてきてるわけですから、売れた途端にもう歩合制にしたら回収できないですよね、事務所もね。だからある程度の契約はあるんじゃないですか。いついつから歩合みたいな。だから社、まあ要は給料だと社員扱いになるじゃないですか。その分かかったものはマネージャーさんに言って経費で出してもらうみたいな、経費精算するっていう感じなんじゃないかなと思いますよね。まあ、それは僕は普通、だって他の、本当に他の芸能人さんは個人商店なのでね、ここで出た金、おか、うん、こういうのに出たお金は全部もう、ほぼほぼ入ってくるわけじゃないですか。まあ、事務所があったとしても、事務所の取り分は、例えば4割とか、6割ぐらい入ってくるわけですよ。モネちゃんは絶対そんなことないと思いますよ。管理してるんじゃないですかね。モネちゃんとか、浜辺美波ちゃんとか、モカちゃんとか、長澤まさみさんぐらいの年数いけば、それはもう歩合制でしょうけど、まだね、言っても25ですからね。で、同期って、妹も同期でしょ？浜辺美波ちゃんも同期でしょ？ 22 とか23ぐらいでしょ？例えば23とか25の女の子が、自腹でね、何十万もね、みんなにね、ミート矢沢のお弁当、はい、差し入れです、100人前とかやったら、かっこいいですけど、ある意味ちょっと不気味ですよね。なんか。
橋本環奈ちゃんをやると思いますよ。もちろん。橋本環奈ちゃんとかはやるけど、橋本環奈ちゃんは不気味じゃないですよね。なんかもう豪快なおじさんみたいな、おっさんみたいなオーラがもう出ちゃってるから、あ、橋本環奈また豪快伝説が一つ加わったなぐらいであるけど、モネちゃんはまたね、キャラが違いますからね。自腹でいっぱい買ってきたっていうよりは、事務所に買ってきてもらったけど、内緒でね、みたいな方が、まあ、モネちゃんっぽいなと思ってるんで、これ何度僕は見てて違和感はなかったんだけど、まあでも、あの感じ、あの時の感じからすると、絶対何かしら後で毎日のネタにはなるなと思ってたんで、あ、やっぱネタになったなと思ったと。そんな話でした。